第3回手持ちポケモンナンバーワン決定戦。さあこれより第3回手持ちポケモンナンバーワン決定戦準決勝を行います。第1試合目はキュレムとギャラドス、初代ギャラドスの登場です。レベルはギャラドスが圧倒的に有利ですが、果たしてどちらが決勝へ勝ち進むことができるのでしょうか。初代ギャラドスはプラチナのポケモン、キュレムは一種地方のポケモンです。さあ技の選択です。ギャラドスは5番、そしてキュレムは6番です。ギャラドスから塩水、ほとんど効きません。キュレムは竜の波動ドラゴンタイプです。これは互角でしょうか。さあ続いての技の選択です。ギャラドスは再び5番、キュレムは再び2番です。同じ技を応酬します。ほとんどダメージを与えられない。キュレム竜の波動です。さあ続いての技はギャラドスは2番、そしてキュレム再び6番です。ギャラドスからストーンエッジです。効果抜群、決まっ、お、体力はの微妙に8を残してます。倒れたかと思いましたが残りました。お、赤ゲージになりました。果たして勝つのはどちらになるんでしょうか。技の選択です。ギャラドスは1番、キュレムは2番です。ギャラドス塩水、決まった。ギリギリの戦いの戦決勝戦へ進んだのは初代ギャラドスな。さあ準決勝の第2試合は月光ガと対するはレシラムです。月光ガはカロシティ4のポケモン、レシラムは石地方で獲得したポケモンです。さあどちらが決勝戦進むでしょうか。レシラムは全大会優勝しているポケモンになります。技の選択です。どちらも1番が出ました。月光ガから技の攻撃、ハイドロポンプですが当たりません。当たらないはきついところでしょうか。竜の波動、お、大きく体力を削りましたが食べ残しで回復してしまいます。果たしてどうなるんでしょうか。さあ続いての技の選択です。レシラムは1番、月光ガは6番です。月光ガレートビーム、氷タイプです。これは急所に当たったようです。レシラム竜の波動です。おー、大きく削りました。しかし体力は微妙残してます。レシラムが優勢となってます。さあレシラム1番、そして月光が再び6番です。冷凍ビームです。あ、体力は半分です。そしてレシラムの竜の波動です。決まった。なんと月光が倒れ決勝進んだのはレシラムだ。さあ優勝候補と思われた月光ががまさかの敗退。決勝戦はこのようになりました。なんと決勝戦に進むのはこちらの2体になりました。果たしてどちらが優勝するんでしょうか。